いや、どうやらね、週末雨が来るみたいですね。この暑かった天気もちょっとだけね落ち着くんじゃないのかなと思います。いや、なんかね、もう本当夏なんですけど、もう秋の入り口まで差し掛かってるんだなって思いますね。夜とかね、外出ると結構虫のコオロギの鳴き声とかねしたりしてるんですよ。まだね、暑い日っていうのは続くと思うんですけれども、これもね、もうちょっとかなと思うとちょっと寂しいところってありますよね。ただね、秋はね、写真が結構簡単に盛れるというか、優しい光になるので、外のポートレートっていうのは非常に撮りやすくなるんでね、僕は秋結構好きなんですけど、まあ、秋ってね、瞬く間に終わってしまうんですよね。なんでね、この秋っていう季節を大事に、まあ、次のシーズンに臨む準備をねしておきたいかなと思っております。というわけで本編スタートです。どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていきたいと思います。このチャンネルではカメラの情報、そしてカメラの撮影方法なんかの動画を流しております。ぜひね、チャンネル登録をいただけると幸いかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、早速なんですけれども、こちら EOS M シリーズ新型がやってくるということで、まあ、これもね、噂の話なんですけれども、今回これについてお話をしていきたいと思います。EOS M シリーズご存知でしょうか？キヤノンのミラーレス APS-C のカメラとなっておりまして、こちらね、フルサイズとレンズが分かれているんですよ。キヤノンの場合はフルサイズは RF マウント、そして APS-C に関しては EF-M マウントと、いうものが分かれていて、これをね、行ったり来たりすることができないっていうのが、このキヤノンのミラーレスカメラの一つの特色となっております。よくある話では、 APS-C のレンズをフルサイズで使えたり、フルサイズのレンズを APS-C のカメラで使えたりっていうことで、まあ、ステップアップやステップダウン、フルサイズから APS-C へ、 APS-C からフルサイズへっていうのは比較的容易なんですけれども、このシリーズはね、できないというところが一つの特色なんじゃないのかなと思っております。この EF-M マウントというのはね、まあ、フルサイズ、要はミラーレスのフルサイズ RF マウントを捨てたというところがあってのこの EMF マウントなんですけれども、そのフルサイズを捨てた代わりに2つのメリットっていうのを得ています。1つ目は価格面、非常にお安く購入ができます。そしてもう一つが軽い、小さいと、このメリットを作り出すことに成功しているのがこの EF-M マウントということになります。言ってしまえば究極の軽量化、そして究極のコスパを持つミラーレスカメラになっているんじゃないかなという点でございます。そんな中でも性能に関してはね、なかなか頑張っているという印象を非常に得られる、まあ、そんなね、狭間みたいなところにいるカメラマウント、それが EMF マウントであり、今回お話しする新しい EOS M というカメラになります。そんなね、 EF-M マウントの最新ミラーレスカメラなんですけれども、実はね、次に噂されているカメラが恐ろしくハイスペックになるんじゃないかというところで噂が上がっているというところになります。これはね、まあ、ハイスペックにすることによってどうなるかっていうと、もしかしたらプロの人たちも使うかもしれないねっていう可能性も残しているんだなっていうところにね、この EOS M マウントの可能性っていうのをちょっと僕は感じましたね。ではご説明をしていきましょう。32メガピクセル、そして連写は12コマということで、こちらね、ご存知 EOS M6 の Mark II というカメラがすでに出ているんですけれども、こちらが3250万画素、そして連写は14コマというカメラとなっておりまして、 APS なのに3000画素オーバー、そして連写も14コマという万能な新しい次元のね、 APS-C のカメラとして注目を浴びたんですけれども、まあ、こちらね、今回このセンサーと同じ画素数ぐらいで来るんじゃないかと。そして連写に関しては、まあ、ここにもちょっと劣るけど12コマぐらい3000万画素で撮影ができるということになっております。そして次、ボディ内手ブレ補正、そしてディアルピクセル CMOS AF の2というものが導入されているということで、こちらはね、皆さんご存知の方もいると思うんですけれども、キヤノンの EOS R5、EOS R6 に導入された
キヤノンの最新のシステムということになっております。こんな形でね、新しく開発されたシステムっていうのがどんどんね、他の機種にも広がることによって、初めは高価だった機能がだんだんお安く使えるようになってくるっていうのがね、このミラーレスカメラ、ひいてはプログラミングソフトウェア、これがね、主に使われているカメラの特徴になってくるんじゃないのかなと思います。よりね、広まっていくことによって、より手が届きやすくなるっていうのは、もうものすごいメリットだと思いますよね。僕は今後の世界っていうのがどんな形になっていくのかっていうのは、もう本当にね、楽しみでならないです。進化の度合いっていうのも一眼レフに比べて格段に跳ね上がったと思うんですけれども、これもね、このソフトウェアによる精度っていうのは大きく関わってると思いますし、あとはね、こう AI 人工知能っていう部分もね、大きくこの部分に関わっている技術になってくると思います。そして新しいディジック、そして EVF、 あとこれですね、デュアル SD カードスロットということで、SD カード2枚差しになってくるということは、やっぱりね、一般の人っていうよりも、プロ、ちょっとね、上の方のカメラ向けという感じのね、グレードになってくるんじゃないかと思ってます。基本的に APS で2枚差しが必要なのって、そのレベルになってきますよね。もしくはね、散々フルサイズで、なんでデュアルにしなかったんだって言われ続けた結果、じゃあとりあえずデュアルにしとこうかっていう風になったかのどっちかかと思うんですけれども、基本的には APS-C なんで、そんなにね、必要のない人たちにはデュアルっていうのは届けてこないんじゃないかと思うんで、これはね、やっぱりプロ向けのカメラになってくるんじゃないかなと思います。そしてね、これ、クロップなしの 4K60p。こちらは現在 EOS R5 でもね、散々言われてしまっている内容、熱処理の問題ですね。こちらがあると思うので、無理に積まなくてもいいのかなとは思うんですけれども、この EOS M シリーズで万全な状態の 4K60p っていうのが使えるようになったとすれば、皆さんこれ革命だと思いませんかね。そしてフル HD の 120p ということになっております。で、こういうね、情報を見ていくと、やっぱり僕も使ってみたいなと思うわけなんですよ。実際問題、 EF マウントっていうのを使ってポートレート撮影っていうのをしたことがないので、一回ね、ちょっと試してみたいと思います。実際問題ね、でもこれってどこまで撮れるカメラなんでしょうかね。もし使われてる方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントをね、いただけると幸いかなと思っております。フルサイズではないので、意外とね、見落としがちになってしまうんですけれども、意外とね、ハイスペックであったり、画素数も高かったりとか、それでいて軽かったり、ハイスペックな部分が散見されるんですよね。そして何よりフルサイズと共有をしなかったこの EFM マウント、これによりね、より安価に、そしてより軽くね、このカメラっていうのを手に入れることができるシステムっていうのができているんじゃないかなと思います。今回噂されたこの情報っていうのが本当だとすると、今後はね、このカメラ、バッテリーであったり画質、そして手ブレ補正なんかにね、よりこう磨きがかかって使いやすいカメラになっていくんじゃないのかなと思います。このね、 EFM マウント、フルサイズと APS-C を行ったり来たりできないマウントということで、ちょっとね、不便さっていうのは感じるかもしれないんですけれども、この EFM マウント、 APS-C だけ使うというね、気持ちを一本持てれば、これはね、非常に強力な味方になってくれるシステムなんじゃないのかなと思っております。はい、というわけでね、本日のゆるフォト以上になります。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンをいただけると幸いかなと思っております。というわけで本日の動画以上になります。皆様良いカメラライフを。では。